ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ。いや、今日もよろしくお願いいたします。一つよしだ。しかし春日さんね、なんじゃいこら。すでにスポーツ新聞とかでご存知の方もいるかと思いますがね、オードリーは今年のですね、ラジオチャリティーミュージックソンのパーソナリティを務めることになる。素敵な話だよね。はい、で24時間放送です、クリスマスのね、で第36回目という歴史ある番組で、時期がクリスマスなんでね、春日さんの彼女もちょっとムッとしてるのかなとは思いますけれども、いや、とにかくね、彼女なんていませんけど。 あそうなんですか。引っかからない。引っかからんよ君は。下手よ、そしてトラップをかけるのが。そうですか。うんとは言わんよ。なんか今フリスクの箱が壊れてね、春日さんのそのフリスクが丸出しになってる。偉そうですよね、フリスク。そうなのよ。いやいや、そのね、ジーニアス山地店プレゼンツの、まあ、3秒前ぐらいにね、ちょっと放り込んでから行こうと思ったらね、パカッて開いちゃってさ、今下がもうフリスクだらけです。なんかやっぱりさ、フリスクを食べてから本番始めていいのは面白い人だけですからね。どうだ。いやいやいや、ご多分に漏れずじゃない。そしたらで俺はなんかその、面白いことを言いやすい状態にするわけでしょ、口の中を。そうよ、整えてな。一回こうね、整えてさらっとさしてから、連発していこう。なんか結構最近のオールナイトは結構前工場が長いっていうことが続いてて、それフリスクの成分にそういうのが入ってんじゃないですか、春日さんが食べてる。はあ、長くなってしまうという、振りが長くなっちゃう成分が。フリスクだけにさ、うまい。いやでも振りが少ないですから ね。あ、そうかそうかそう、看板に偽りあるになっちゃうな。そうなってくると逆フリスクを食べてるわけですからね。なるへそ。こうフリスクを食べてるわけですからね。いや、そうだね。抗うと、防いじゃってますね。抜くという時間、抗うっていう時間、わかりませんけど、まあ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 、それはいいじゃない。で、24時間の今年のキャッチフレーズがですね、オードリーの爆笑24時間宣言、胸張って笑おうというね、これ若林の要素が1ミリも入ってないキャッチフレーズになっていてね。まあギリギリそのオードリーのというところに入ってるっちゃ入ってるかもわからないけど、まあオードリーっつったら俺と春日のことですから、まあそう、胸張って笑おう、まあそこは春日さんのことですしね、胸張りのね。はい、でまあそういうこのキャッチフレーズでやっていくということで、へへへへ、でなんか24時間の放送で、ぶっ続けなんでしたっけ、基本的にはぶっ通しです。ぶっ通しで、そらそうですよ、ということでね、春日さんがなんか一睡もしないなんつっていうことを言ってました。はい、そりゃそうでしょ、だって24時間だって爆笑24時間宣言も宣言歌っちゃってんだからさ。はいはい、やっぱ看板に偽りあると言われたくないからね。でもこれ俺ちょっと心配なのが、何かね、だってさ24時間喋るわけじゃない。そうよ、そうなってくると壊れてくることは壊れてくるわけ。いやー、そりゃそうでしょうね。それはYOSHIKIさんはその決まる時の会議みたいので言ってくれたのかね、壊れますよと。オードリーは多分壊れて、だからあれだよね、そのラジオパークの後の「オールナイトニッポン」我々の聞いてくれたんですか、首脳陣の方々って話でしょ。それ言ってくれたんですかね。できる子ですって言ったんだって。あー、でもそれでなるほど、そうかと。いや、まあ春日さんはそうですけれども、まあいいね、真面目だしさ、真面目じゃないけどあれですけど、であと当然上戸彩さんとか来るわけでしょ。当然、そんな当然かどうかわからんよ。いや来るでしょ、上戸彩さんレベル。上戸くん、まあでもまだ決まってないんですよね、誰が来るかとかは。まあ来るは来るわけでしょ、我々2人。いやでもだって去年でも相当なメンバーだもんね。まず去年我々もね、あれどのぐらいの時間帯だっけ、底辺でしょ、だって去年底辺じゃないよ。そしたらゲストの、オードリーの時間も一番つまんなかったっていう評判ですからね。誰が言ってんだよそれ。
それはあの、うん、今村くんが言う。あの野郎、この野郎は、うん、今村の野郎はさ、うん、あれだったってね、うん。我々ほら明日さ、早稲田の学祭行くじゃないですか。あ、それ言うのやめようよ、それ。なんでよ。今村を見に行くっていうようなやつ。だから俺、あ、そうか。言う、でもいい、言ってそこまで言うなら言って。なんか、リスナーもね、うん、その、その、終わった後ですか？その我々のそのライブが終わった後に、うん、そのなんか下の階かなんかで今村くん仕切りのじゃんけん大会やるんですよ、うん、今村が仕切る今村くんが仕切ってなんかね、うん、MC 一人でやるのかどうか知らないけどその下の階で下の階から、うん、近場でそれ超面白そうどうやってやるんだろうと思ってさあ皆さんというわけでみたいな感じでやるのかなまあうまいだろうねまあねアルバイトな今今その日本のアルバイト早稲田早稲田ということになりますかね何のサークルなのか早稲田ないまあそこはあれなんじゃないのあそうその辺はなんかいるらしい MC やるらしいですよだって特定されるでしょだって明日の学祭俺らだってねまあそうね、うん、いやだからねどんなもんなのかとうん、うん、言っててあそう言ってましたか、はい、去年の我々のところが良くなかったと言ってますよあそう気持ちよくやりましたけどなうん、うん、電話取ったりとかして結構、うん、あれですよなんかそのおふざけじゃないところもあるのでまあそうやそうでしょうよその辺うまく大体おふざけじゃないんですよだからオールナイトを24時間やるみたいなことで考えられると困るわけですよ、うん、えあそうなのいやそらそう全然違うよ春日さんえ全然違うよえだって爆笑24時間宣言してるわけでしょこれだからどうすんだろうね本当にほう政治家とか来るんですよゲストに多分あ、そうなの？まあ、なんか真面目な人来ると思います。西部ブーみたいな人とか来ると思います。いや、ちょっと誰なのか全然わからないですけど、うん、すごい人が？すごい人。で、その人も含めて、うん、なんかその爆笑なわけでしょ？うんうん、笑かす。いや、そうですそうです。うん、楽しみ逆に楽しみじゃないですか？いや楽しみです。そうですね。電話取ったりだとか、なんだりかんだりするわけじゃないですか。24時間の放送で初めてですね、やるのは。ああ、そういえばそうでゴンスな。クリスマス。うん。ああ、何時間目ぐらいから、なんか変な感じになってくるのかね。でも俺と春日はラジオ好きだからね。うん、まあね。大丈夫じゃないですか、ね。いや、だから、それもさ、何時間目ぐらいで、うん、その偉い人に、うん、そのね、怒られるんだろうなっていうのはあるじゃないですか。気をつけなきゃいけないのは。いや、でも俺は黄金伝説やるよりは24時間喋った方がいいけどね、全然。あ、そう。うん、おお、まあ、きついからね、黄金伝説はね。うん、私はまあどっちも。うん。うん。体張るのもいいですし。うん。24時間おしゃべりするのもいいですし。うん、優等生だな、おいや、それは。急にそんなこと言われたら。やりたい。私言ってるからね、その、ミュージックスのパーソナリティをやりたいということは。はいはいはい。昨年度ぐらいから。うん。ええー。それが来たっていうことはやっぱ大したもんだなと。上の方が分かんだもん。でもね、来て、これも新聞、うん、スポーツ新聞でかなりでかいニュース。にしていただき、うん、内村さんも、17年前、雲南さんやって、うん、今日内村さんが、あれ、チャリティーミュージックソンやるんだってね、うん、なんて、今日話しましたけどね、で、このビッグニュースにもう一個対抗して、でかいビッグニュースが来ましたよ。これ、びっくりしますよ、これ聞く人、みんな、うん。びっくりするっていうか、喜ぶと思いますけどね、うん、僕のその大好きな人の話ですけどね。ほう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 、まさかの。うん、何かっていうとね。ほう。安藤美希ちゃんが優勝しました。あ、すごいね。これは本当に嬉しい。俺は大好きだから。あ、そう、いつの話？今日あ、本日？うん。あ、そう。うん。はあ、ついに。ついに。もう本当に、その優勝っていう、ことって今結果じゃない風にして見てますが、ええ、なんかそういうのを期待してた部分もあるんでね、うん、まあ叫んじゃいましたねまたね、めきてーっつって、あなたも、もう俺は前につけるけどねちっちゃい子スケートの方のめきてーって、ね、必ずつけるようにはしてますけど、そうね、うん、分かんなくなっちゃうからね、はいはいはい、ええ、
まあ、ということで、この二つのニュースが。それはめでたいニュースですなぁ。ですけれどもね。待ちに待ったという感じなんでしょうね。はいはい、うん。あなたにとっちゃ。まあ、ということで、今週もね、張り切ってやっていきたいなと思いますけれども、ね。いやー、素敵な、ハッピーな週でしたね。今週はね。あ、チャリティーミュージックソング。そう、まあ、あるし、だったし、そのミキティの優勝っていうのもね。いやー、アンドミキさんの。本当嬉しいですね。うん、素晴らしい。うん、はい、うん。ということで、カップルの皆さんね、クリスマスの最中ですが、ええ、聞いてほしいなと思いますね。まあそうでございますな。ラブホテルなんかもうほんと有線からね、AM からもう全部入りますからね。うん、そうでございますな。うん、有線の表の右の方に載ってますからね。なるほど、ね。ラジオ局はね。昔葛西がね、うん、同級生の葛西がね、うん、クリスマスに飛び込みで、ラブホテル入ろうとしたらね、うん、10件ぐらい全部満室だったっていう話がありましたけどね。何なんだその話は。なぜ急に葛西の話した何の話するかと。まあよくあることでしょ、それは。クリスマスのカップルのちょっとあるある的な。わざわざ葛西のってつけなくても。なんか妙に面白くて、この話を覚えてるんですよね。まあ二人していろいろ回ったんでしょうね。何件も何件も。はいはい、葛西はそういう日はね、うん、すごく綺麗にね、うん、下の、そう、要するに、春日さんで言うと、なんだろうな。何ですか？そう、局部ですよ。ああ、はいはいはい。なんて言ってましたっけ？オールナイトでは局部のこと。なんて言ってましたっけ？なんか言ってましたっけ？なかったでしたっけ？ナッツー。ナッツはだって、そこの部分じゃないですもんね。うん、はい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 。あ、そのものは何て言うんですか、うん、まだまだ公式では決まってない。公式でも決まってないですね。あ、決まってないですか。ええー。うん。チンノコウじゃないですか。そう、ほとんど言ってますから。いや、強調して言ってるぐらいの感じですからね、そうなってる。今までナッツとか、自分磨きとかだいぶ伏せてやってきましたが、うん、チンノコウはちょっとね。チンノコウは、そう、チンプレイの、うん、そのチンっていう字に、の、うん、まあ、ひらがなの入れて、コウは、何、公って字ですからね。チンノさんっていうことですからね。いや、でもラジオですからね、テロップ出ないわけですから、チンノコウって言ったらあれですけど。チンノコウ。ちょっと、まあ、上の方に置いてる感じですよ。うん。うん、で、まあ、なんか葛西はね、うん、要するにね。うん。チンノコウさんを。うん。うん、まあ、じゃあ USB って言いますか、じゃあ。USB? USB をね、自分の。ああ、なるほどね。うん、ええ。そういう行為が今日あるんじゃないかなっていう日は、葛西は、うん、その、チンノコウを。どっちにするの今、USB 待ってたのにさ。チンノコを掘ってくんじゃないよ。空振りしちゃったよ。チンノコを汚したくないん、っていうか汚したくないんですよ。もう高校生ぐらいの時の話ですけども、大学生と。チンノコを汚してる状態でそういう行為に及びたくないんですよ。まあ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 、それはマナーですし、そこでね。いやでもそれはわかります。汚れてたら、引かれて変な空気になる可能性があったりする、ね。はい、はい、そうなんです。ただ、葛西は、うん、今日そういう行為があるんじゃないかなっていう日は、うん、ショーの方のトイレをするときに、はいはいはい、もう台の方の個室に入って、うん、用を足した後に必ず、うん、ティッシュペーパーでチンノコを拭くことにしてたんですよ。うん、お、なんなのかい、その話は。葛西の話のその、なんなのかね、コンボは。え？もう葛西のせいで滑らされてるわ、オープニングから。腹立つ、葛西。まあまあ、葛西が悪いな、確かに。葛西が悪い。葛西が悪い。そんな話を俺にしてくんだから、高校生ぐらいの時に。そう。知らんわって言いましたよ、俺。高校生の時も。まあでもちょっとその、拭くのは面白い。まあ、突如は、学生時代に戻ってきて、そんな話を春日さんにしちゃいましたけど。ええ、とんでもない。春日さんはそういうケアはないですか、チンノコに対する。もう普段通り。普段通り。まあ、そうでゴンスね。うん。葛西は嫌なんですって。やっぱり、そういう行為を及ぶ。だってほら、シャワリングとかはない。いや、それが嫌なんですって。どういうことよ。要するに、まあ、うん、だってその行為ね、うんうん、その行為をするときに、はいはいはい、やっぱ一回その、身を清めるわけじゃないですか。はい、いや、それが嫌なんですって、葛西。身を清めるのが？いや、っていうよりは、うん、要するに葛西は、まずキスをするんですって、彼女と、当時ね。
いやいやいや、ちょっと待ってちょうよ。なんですか。キスをするんですって、火災って。お、なんか俺は理解できないんですけど。いや、どうや。じゃあ君はどうしてるんだよ。逆にオタクさんのそういう声のが気になっちゃうよ。あ、俺のキスですか。いやいや、その、手順うん。手順を。俺のキスのやり方ですか。いや、そこじゃなくて、はあ、その行為をするときに、そう、A 始まりってことでしょ？俺のキスのやり方は、そこじゃねえんだけど、まあ、いいか。当時は CD のあのアルバムの歌詞カードを、二人で見るふりして近づいて、キスですよ、うん、僕は。ああ、その流れていくところの？そうです。持ってき方ってことね。俺の持ってき方はそうでしたけど、え、何ですか？いやいやいや。なんで私の方が悪者みたいになってるそれを聞いてきたんじゃないんですか。いや違う違う違う。はい、そう、葛西はね、はい、A から始めるって話で、はいはい、あなたが理解できないって言ったから、いやそうそうそう、あなたはじゃあどういう始め方をするのかということを聞いたんですけど、別にその A の持っていき方を聞いたわけじゃないのよ。あ、ごめん、それは俺がじゃあお笑いが下手だったわじゃあ。ごめん、まあまあお笑いっていうか普通の会話の流れですけどね、うん。うん。ちょっとあんまお笑い下手でね。まあね。どうやってやっていいのかもよくいまいち分かってないでやってますけど、ね。それはもうちょっと勉強してほしいけれども。はい、いや、あの、葛西は、うん、例えばそういう行為に及ぶときに、うん、まず、相手の膝の上に手を置くんですって。うん、っていうふうに言うのよ。しょうがないじゃん。俺が言ったんじゃないよ。葛西が当時俺に言ってくんだよ。聞いてもいないのに。葛西のせいだよ。俺さ、って言ってくんだから、葛西。まあ、言ってきたかもしれないけど。その時俺童貞だよ。うん。詐称してたけどね、ただ。あ、まあね。うん。それはもう解決してますから。お前なんで脇をさ、うん、人の話聞きながらさ、素手で脇の汗を拭いながら聞くなよ、お前。力士かお前ぐらいだろ、そうやって話聞くの人の。すまないよ。え？やべ、音立てるんじゃないよ。すまないよ。音を立てるんじゃないよ。じゃないんだよ。浅香光代さんじゃないんだからさ、ほんとに。お前、これありの芝居でも入っちゃってるから。入っちゃっじゃあっていう言い方。それはどうでもいいんだよ。じゃあ、なんだ、そ、なんだ、そ、葛西の話よ。お前さ、なんか、聞けよ、俺の話ちゃんとさ。まず、その、今のうちに知っといてほしいのが、うん、なぜその、葛西の手順を、あなたが今喋ってんのかというのはありますけどね。うん、え、それは葛西とマブダチだったからだろ、俺が。いや、それ。ま、谷口で言うマブだったからだろ、俺だから。ダセ。ダセ、マブ。いや、だからその話をなぜ。谷口がさ、うん、言ったことあるんだよ、真剣にあいつが、父さんが、うん、ね。うん。亡くなった時ですよ、谷口の。うん、もう全部前の話で、あいつがどういう進路を歩んでいくかっていうのを真面目に聞いた時に、うん、あいつはまーちゃんって俺のこと呼ぶから。ああ、そうね。そう、お前どうすんだなんつったら、うん、いやーつって、俺とまーちゃんはまぶちゃん。つってだけどそういう空気だから、おーつって俺って。ああ、こらえたね。だけどそんな話は今は違うだろ。葛西の話だろ。それも違うんだけどね。本来ね、別にこの俺と一本のオープニングで話す話じゃないんですけど、はい。まあまあでもちょっと気になっちゃったから、はい。ええー。だから、そ、なんで、はい、もう、いいよ、そんな、手順はいいから、はい、なぜ、はい、その、始まる前に、はいはい、スタートを切る前に、身を清めるのが嫌なのか、ということよ、葛西は。じゃあ、それはもう、うん、ミュージックソンに葛西を呼んで聞くしかないよ。時間帯選ぶな時間帯選んじゃうよ、もし呼ぶとしたら。あ、ほんと？深夜でも厳しいんじゃない、ミュージックソンだったら。葛西はね、うん、今、焼肉屋の店長ですよ。おぉ。食べれる牛の部分の名称をすべて覚えてるらしいですね。大したもん。もうギアラとか、いろいろ。はい。はぁ、あ、お前も言えるわけだ。で、まあ当たり前だと、それは。まあそうね。うん。俺は言いましたけどね、葛西、うんうん、まあまあね。で、そういえばこの間、葛西が。うん、ちょっと。葛西って言って誰だお前、葛西っていうね。葛西。知ってるけども。ラグビー部の葛西だよ。背のちっちゃいね。そうそう。背のちっちゃいけれども、すごい練習熱心な。そうだよ、葛西。あの葛西でしょ、ラグビーバックで投稿してたあの葛西でしょ、うん、そうだよ。江戸川陸上競技場出たんだから、あいつは。ああ、そう、すごい、ね。すげえんだよ、あいつは。この間、葛西が新宿の南口でタクシーを止めようと手を挙げてた前を、猛スピードで僕は死ぬけどことある。マブじゃないじゃないか、そしたら。愛車で。あ、葛西だと思ったら、100メートル後ろにいましたよ、葛西。という人間だよね、俺は。ああ、そう。うん。寂しい話ですな。電話の一本でもさ、今いただろう、みたいな。ちょっと待って、葛西のキスの話だろ、今。何か電話がどうの。そこあんまり聞いて、葛西の、うん、そのね、そのキスの話じゃなくて、うん、その前に、そら、
身をね、うん、なぜ清めたくないんだというところ。じゃあ清めたくないんじゃなくて、葛西は手を膝の上に置くんですって、葛西はそういう声もね。その後キスをするんですって。で、胸を触るんですって、葛西は。まあまあ手順通り A から行って B 行って、それはもう。で、一回ブレイクして、ブレイク？お風呂にお互いが入るのが嫌なんですって、葛西は。なるへそ。うん。一、はあ、回また振り出しに戻るになっちゃうから、葛西は、その胸を触った流れのままに、そういう声に及びたいから、その日は、もう朝からショーをした時はティッシュで自分の、あれをちゃんと、チンの子を拭くと、そういうことですよ。それが葛西の、あの、セックスですよ。いやいや、これ、大丈夫かい。何をですか？こんな話して。何を？いやいや、何をじゃないよ。我々のね、仮にだよ、そういう手順の話すんだったら、まあ我々のどっちかの話すんだったら、まあ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 わかりますけど、葛西って誰なんだっていうやつのね、その手順の話してさ、オープニングで20分も。大丈夫なのかと。ミュージックソンで呼べばいいですね、葛西を。そんな。呼べるんですか、大体。ブッキングしてみる。ブッキングしてみる。うん。多分マブだから出てくれると思うよ、俺と。うん。あ、そう。はい。じゃ楽しみにしときますか。うん、深夜だろうな。ということで、本当にね、映像の流出には気をつけてほしいなと思いますけども。うん、さあ、ということで、今週も頑張って。何の話したっけな。映像の流出ですか。いろんなの良くないな。まあまあね。はい、うん。感じはね、しっかりね。ジーニアス、映画辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治製菓、参考インダストリー。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ、今日の一曲目はですね、ユイで、レイン。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールはがきを募集中でございます。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで皆様からの温かいメールをはがきお待ちしております。大地へよ振り絞れ。映画辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。あの今月号の、おうおう、あの雑誌ダヴィンチにですね、オードリー特集というのが組まれていまして、まあまあね、表紙がオードリーになってるんで本屋さんなんかでは発見しやすいと思うので、ぜひよろしくお願いします。それとですね、2011年オードリーカレンダーというのがね、発売される。若林さん、はい、なぜ告知を入れるんですか。ここで。まず告知を、ほら。はい。カスガの、これね、CM 開けたらカスガの、まあ、今週のお話という。あと、オードリーラーメンというラーメン。オードリーラーメンとな。発売されるかどうかみたいな。ね。うん。ですけど。告知ではないね、それはね。若林さん。はい。カスガの今週の、まあ、お話をしようじゃないかと。はい。いうふうに、今決めたじゃないですか、CM 中に。はい。なぜ告知を入れるんですか、まず。第一声で。うん。ダヴィンチとかね、はい、カレンダーとかも大事ですけども。あと、レッドカーペットの DVD に、我々出てるんで、もしよかったら。どうしても今言わなきゃダメかね、それは。どうしてもやつかね。すいません。いや、すいませんじゃないんだよ。あと、57回を数えてんだから、もうさ。あと、うん、細目くんという、被り物。いや、細目くんはいいよ。細目くんはいいよ。どの時間帯であっても告知しなくていいよ、細目くんは。あと、うん、許可をしていない本が発売されたりしますけどね、オードリーが。あのね、なんか、魚眼レンズみたいな表紙のね。あれなんだっけ、なんかのイベントの時に配ったステッカーかなんかの話だよね、あれね。まあ、そういう、まあね、こともまあ、うん、まあでも、細目くんと、その許可の我々が出してない本、二、はい、つとも実家にありましたけどね。買っちゃってるやつがいるんだよ。細目くんは、両親の寝室に飾ってあったからね。なるほど。うん、袋に入ったままで。その細目くんを被っ
ってね、トゥースしてる人の前を春日さんが横切った。うん、なんていうフリートークを春日さんがしてって、うん、その部分が本には載らないという状態で、ね。いや、載せてちょうよ、そこ。はい。載せてちょうよ。それから、学生ヒーローズという、うちの相方が、MC をやってるんで、皆さん、結構高視聴率番組。うん、まあまあ、それは、その告知はありがたい。好評な、番組で、春日さんも、キャラをオンにして頑張っている。いや、ちょっと待って。頑張っている頑張っているじゃない。いやいやいや、告知はいらないんです。はい、すいません。春日の。マジで4分くらい。あ、行くのか、CM に。いや、ウォーウォーじゃないんだよ。頼んぜ、若の字。細江君だけが皆さん一つ家にいかがですか。この間ね、話してたね。ちょっと待ちたまえよ。もう32なんだ。待ちたまえよ、若林くんって。はい。いやいや、その、繰り越して春日の、はい。その、今週のお話のとこでしょうよ。さっきあんた告知しちゃったから、はい、はい。うん。私の番がそのままなくなったわけじゃないんですよ。あ、でも枠は埋まっちゃったから、ね、あれですけど。あ、わかりました。じゃあ、うん。トークどうぞ。いや、喋りづらいでしょうよ。勘弁してちょうよ。それは。トークどうぞってないでしょうよ、あなた。そんなに構えて私も話す話でもないからね。すいません、ちょっと、噛んじゃいました。いや、噛むの使い方が間違ってるよ。うん。おふざけはやめてちょうよ、本当に。すいません。いやいや、あのね。はい。最近ね、まあ、弱い31になりましてですね、はい、なんかちょっと、涙もろくなったなと。知らんわ。いや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 。聞きたまえよ。そう思ったの。私。昨年度の末ね、妹さんの結婚式で号泣したという話しましたけれども、うん、あれ以来なんかちょっと、昔よりも、涙もろくなったかなと。まあ、泣いてるのは見たことないですね。アメフト部の最後の試合とかでもね、春日だけ泣かなかったのがありました。泣かなかったですし、そのね、お葬式とか出ても泣いたこともないですしね。ですけどね、涙もろくなったなと思って。この間ほら、笑ってこらえての収録行ったじゃないですか。はい、ね、その時にさ、ほら、部活の V 見たでしょ、はいはい、身体操部のやつ。はい、あれ見ててさ、ちょっと泣きそうになりましてね。ああ。確かに良かった、ね。あれは感動したじゃない。はい。で、動物もの以外でね、うん、ぐっとくることなんかなかったですから、うん、あらら、これ何これ、うん、って思ったわけよ。うん、で、やばいと。うん、これ、ポロリがあったらね、うん、お涙ポロリがあったらちょっとお恥ずかだなと思ってさ、うん、これはいかんと思って。テレビでね。テレビでね。って思ってぐっとなんか他のところに意識飛ばそうと思ってさ、いろいろ政治のことを考えたりとかね、尖閣諸島問題とかね、全くその別のものを、別のことか、まあ、V を見つつ、はい、こう意識飛ばそうと思って、はい、でも全然来るんですよ、ぐっと、はいはい、でスポーツのこと考えようとか思って、そのクライマックスシリーズがどうとかいろいろ考えたんだけども、でも全然こうぐっと来ちゃうのよ、やばいやばいと思いながら V 見てて、パッとこうね、夏目アナが目に入ったんですよ。はい。で、夏目アナ目に入った時に、なんか、ふとね、あ、夏目アナ、そういえば、昔ね、写真誌に、撮られたことあったなぁと思って。それが、お前やめろよ、お前。ふとね、ふとよ。しょうがない、ふと別に考えるわけでもなく、ふとパッと目に入って、その瞬間的に思っちゃったら、ピタッと涙が止まってね。意識をうまく飛ばせてさ。ちょっと複雑だよね。まあ複雑ですけどね。だからさ、それに集中したんだろうね。別の方にね。まあ今のところ、葛西の話の勝ちだけどね。勝ち負けじゃないじゃないですか。え？葛西の手順だからどうだっていいんですよ。はい、んでね、まあこらえられて、夏目でこらえてですよ、だから。ほら。笑ってこらえて。笑ってこらえてに出て。いいですよ。涙を。全然いいですよ。いいでしょ、ほら。でね、ま、いろいろ考えたんです。そういえばでも昔、ちびっ子の頃、よく泣いてたなと。泣き虫だった。泣き虫としちゃんだったなと。4コマ漫画で言う。4コマ、ギャグ漫画、それ。
シリアス。シリアスマンがね。シリアスマンが。泣き虫としちゃん。泣き虫としちゃん。うん。だったなと。うん。いろいろ思っててね。うん。ゲーム、小学1年ぐらいの頃でゴンスかね。うん。ファミコンを買ってもらったんです。うん。で、まあ、その当時買ってもらったのはドンキーコングですよ。うん。ドンキーコングをずっとこう昼間やってて。うん。で、まあ夜寝るときにね。うん。こう目をつぶると、うん。網膜に焼き付いてるか、なんだかわかんないんだけど、うん、目つぶったら、そのドンキーコングの画面がね、うん、出てくんのよ、その、暗闇に。はいはいはい。それで、怖くて泣いたりとかね。ああ。なんか、目が壊れちゃう。もうわかんないっていう、なんでゲームをやってるのに、その、暗闇にそのドンキーコングのね、マリオが樽を飛んでるんだと。わかります。怖い怖いって思って泣いたりとか、うん、あと、昼間すごいもう長い時間、うん、ブランコをね、うん、わーっと漕いで、うん、で、夜寝る段になって、目つぶったら、うん、ブランコ乗ってるみたいな、その、体がね、はい、揺れみたいになる、はい、泣いちゃうんだよね。怖くて、ね。怖くて、もうわかん、ブランコに乗ってないのに。乗ってないのに。うん。なんで揺れてんだとかで泣いちゃったりかとか、ね。うん、まあわかりますよ。子供ですからね。うん、子供ですからね。うん、まああと妹さんとね、うん、まあちびこの頃ですよ。うん、自転車でね、うん、お菓子屋さんに、近所のお菓子屋さんに、うん、一緒にお菓子買いに行こう、つって言って。うん、で、まあ競争だ、みたいになるんですよ、うん。なったんですよ。で、わーっと競争して、まあでも兄ですから、私。はい、まあ、勝ちますわな、うん。で、お菓子屋さんに入って、うん、まあ、お菓子を選んでる時に、うん、遠くの方で、ガシャーンって音が聞こえて、かすかに。うん。で、なんか、わーってちょっと泣いたような声が聞こえたのよ。うん。で、パッとお菓子屋さんからね、こう、顔出したら、うん、妹がね、自転車でこけて、泣いてるのよ。うん。で、近所の大人たちが、ちょっとこう、寄ってきてるの、うん。大丈夫みたいな感じで。うん。それ見て怖くなっちゃってさ。うん、うん。お菓子も買わずに、うん、家帰ったんですよ、私。自転車で。それ何が怖いの？なんか、事件が起きてると。うん。で、そこに行ったらなんか自分がね、うん、すごくその、責められるんじゃないかみたいな。目を離した隙にみたいな。離した隙に。あんた一緒にいたのに何してんのみたいな。それがちょっと怖くて。で、近所の人に怒られて、それが親御さんに話行っちゃって、うん、はいはい。劣化のこととか怒られるんじゃないかと、うんうん。大変なことが起きてるっていう恐怖心ですよね。うん、で、家に、その帰ってお菓子買わずに自転車で。うん、で、泣いたんですよ。家で。うん。怖くて。それはどういう怖さで。どういう怖さですかね。いや、だからそのパニックよね。あるし。大人が、わーなってるし、っていうことがね。で、自分もなんか責任あるような気もするけど、何が悪いかは、やっぱ幼心じゃよくわからないんですよ。わかるわかる。そういうことありますよ。うん。そんなんだとかね。うんうん、まあ、あと、カスが家に行ったんです。うん、したら、外で、妹さんが遊んでたんですよ。友達かなんかとね。うんうん、で、まあ、遊び声聞こえてて。まあ、今考えたら、まあ、ふざけてなんでしょうけど、うん、外からね、妹さんの声で、うん、助けてって声が聞こえたの。はいはい。で、それ聞いてさ、うん、春日妹が誘拐されたと思って泣いちゃってさ、家で。見にも行かない。見にも行かないで。はぁ。怖い怖い怖いと思って。見る勇気もなかったってこと、うん、見る勇気もなかったね。うん、見て、もしそうだとしたら、うん、自分の力じゃ対処できないと思って。見たところで何もできない。ええ、もう俺は家にいるしかない。私なんて無力です。まだ無力です。なんで無力なんだ。そう大人になってね、うん、力を蓄えてやると。なるほど、うん。泣いちゃったりとかしてね。結構涙もろかった。泣きやすい子供だったんですね。そうなんでございますよ。うん。うん、でもこれじゃいけないと思って。うんうん、でもその後はあなたも知ってる通りね、成長期のさ、話あるじゃないですか。うんうん、ありましたね。血を抜いてね。はいはい。自分が重い病気だと思って、うんうん、検査わざわざしてもらって、うん、結果成長期だったっていうね。うん。いうところをまあ繋がっていって、うん、でまあもうあんまり深く物事を考えてやめようと。うん。思って泣いちゃうから、ね。泣いちゃうから。うん。うん。だから、まあ、あんまり、ものを考えない、ようになったんですよ。うん。だから、もう、なんていうその何が起きても、気持ちよく寝れるようなね、うん、性格になっていったわけですよ。うん。で、もう31になって、うん、ちょっとまた涙もろくなってきたな、と。うんうんうん、まあ、思って危ないな、と思ってるんですけど、うんうんうん、次多分年内中にもう一回ぐらい泣くんですよ。じゃあ決まってんですか？もう決まってますね、これは、ね。泣く予定が入っている。泣く予定入ってますね。それ、どういうことで？これね、おそらくね、チャリティーミュージックソンのエンディングで泣くでしょうね。いやー、勘弁してくれよ、これは。それはやめようよ。いやいや、
お兄さんだってそれ可能性あるから。いや、俺は絶対ない。いや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 、強がっちゃいけないよ。いや、俺はマジで絶対ないね。いやいや、泣くって。なんで泣くのよ。いや、だ感動でしょ？ないない、絶対ないよ。なぜないの？感動はすると思うよ、ずーっと。うん。始まってすぐ感動すると思うけど。はいはいはい。その感動の連続の24時間泣くってことはないね、俺は。へぇー。うん、そう、ありがとう、みたいなこと言われてさ、よくやった、みたいな、その疲れもありますよ。そうなるのかな、オードリーがやると。そうなるんじゃないかい？うん、まあなるか、24時間。24時間やったら。うん。うん。ちょっと泣いちゃうだろうなと思って。一回も泣いてないですね、僕は。まだ。一回も泣いてない。うん。何？で、テレビで。ああ、そう。まあまあ、テレビで一回も泣いてない。春日さんも泣いてないでしょ、だって。泣いてないですよ、私だって。うん。うんうん、まあ、それはね、ないですけど、はい、24時間ってその未知な。一回ね、あのね、海女生活したんですよ。海女生活。あの黄金伝説で。うん、で、帰りにね、うん、あの、僕の、あの、海女のやり方を教わってくれてた、80何歳のあの、うん、あ、70何歳だか、伊佐子さんっていうね、人がね、うん、帰り際にね、あの、俺のとこパーって来て握手してね、うんうん、なんかもう、あの、なんつうんだろう、ああいう自然と自分の、限界を感じながらさ、うん、人間っていうものと大自然っていうものを感じながら生きようとして生活してる人だから言葉が簡単なんだけど重いのよ。うんうん、ああ、気持ちがこもってる感じのね。そう。だからもう海潜るときも頑張りにしゃいしか言わないんだけど、その一発が重いくて、はいはい、それに俺は終始こう3日感動してて帰りに、あんたも大変だと思うけど、頑張るんだよとか言われたときに、泣いちゃったんですけど。いや、泣いてるじゃないですか。カメラ見渡しても回ってなかったからよかったって。危なかった。私と知らなかったわ。言ってないもん。泣いてたのね。オードリーのオールナイトニッポン。泣くよ。泣いてた。ルチカ。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。佐藤が奥さんにさ、本当にダメなのよ、なんつうのかな、豆じゃないっていうかさ、うんうん、で俺は怒ったの、うん、おい佐藤、お前な、うん、本当にお前が楽しいかどうかじゃねえんだよ、うんうん、奥さんを本当にこう楽しませてあげるって、うんうん、あのさ、うん、一回その佐藤くんがそのご結婚したっていう下りを一回挟んだ方がいいんじゃないかな。あ、急に当たり前のよ、あの奥さんがさって言うとちょっとびっくりする。今現に私びっくりしたし。あ、そうですか。うん、一回触れてご結婚したって、しかもそれがちょっとニュースに出ましたみたいな下りを一回。あ、うん、いや、なんか逆に言うとさ、うん、なんかなんだろう、さんまさんの前の奥さんが大竹しのぶさんみたいな、うん、なんかわざわざ説明しないじゃない。うん、まあまあ、それはね。っていうことぐらいなのか。だってヤフーのトピックスに載ったぐらいだから。うん。あ、もうみんな知ってると。まあ一瞬でトピックスから消えたらしいですけど。足が速いニュースだったね、つってね。ワンタッチで消えたっつって。ああ。なんか、その、全文が載ったら消えたぐらいの感じで消えたらしいですけど。早いね、幻のような。はいはい。まあまあ載ってましたわな。びっくり動きましたよ。結婚して、つって。結婚して。僕も結構もう4、5ヶ月ぐらい前でしたっけから知ってるんで。ああ、ご結婚するみたいな。することを。はい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 、はい。何回かラジオでポロッと言いそうになっちゃって危なかったことも何度もあったんですよね。佐藤の話になるとなんか奥さんがみたいに言いそうになるんだけど、うん、危ねえと思って。まあまあね。とことも。まあでも今はもう OK でございますから、ニュース出ましたし。そうそうそう。うん、で結構1年ぐらいから前から付き合っててさ、うん、奥さんと彼女とさ、うん、あなた結構お会いしたことあるのか、うん、あるある、家も行ったことあるし。ああ。綺麗なのよ、奥さんが、めっちゃくちゃ。うん、でさ、うん、まあこんなこと言うのもなんだけど、うん、なんか佐藤にね、うん、いや、なんか俺らももう32で、佐藤が 40? え、もう、厄年だ。来年 ?42 か、厄年。厄年、来年42。大変だ、厄年だから。うん。結婚なんかしちゃってね、厄年で。大変だよ。これが佐藤と二人でいるとき、年齢で、
言うと、もう二人ともいつも爆笑すんだよね。佐藤が40って俺が言うと、二人で面白いな、これ。こんな単純なものがなんで面白いんだろうなっていう。まあね。うん、うん。まあまあ、その実際的に、まあ我々の一個上ぐらいでしたっけ、はい佐藤一個上だから、ね、うん、32、3か。3でっていう話してて、うん、で、奥さんが綺麗でさ、うん、もう本当にこう、いい人でさ、うん、で、佐藤をこう、なんか、ぐうたらじゃない佐藤って。うんうん。まあそうね。なんか、パキパキしてるんです。パキパキしてないじゃん。なんか、うん、あの、いろんなとこ行ったりとか物事をパキパキするタイプじゃないじゃん。なんか、うん、で、それをちゃんとしてる奥さんでさ。うんああ、いろいろこう、仕切ってくれるというか。そうそうそう。だからもう結婚とか、か、うん、結婚とかも考えて付き合ってるのとか、うん、付き合ってる、うん、付き合うよねっていう話をするとね、うん、昔、昔っていうか1年ぐらい前から、したらなんか、うん、まあ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 、とか言うから、これすげえそれいつも毎回ムカついてて、おめえみてえなブスが、つって。佐藤にさ、なんかその、あんな綺麗な奥さんと付き合ってて、奥さんは、もう結婚を考えながら付き合ってたから、うん、結婚させてもらえるぐらいの、立場でいなきゃダメだぞっていうのに、まあそうね。なんか無糖の缶コーヒーばっかり飲みながら、まあまあまあ、無糖の缶コーヒーをいつも持つのよ。うん、それがなんか、ブラックね。うん。で、それで、言ってて、で、まあ結婚の際、あの、作業もさ、うん、あの、いろいろあるわけじゃない、プロポーズ。まあ、あ、そうか、そうだわな。そこは俺は佐藤の口からね、うん、話した方がいいでしょうから言わないですけど。うん、何と言ったかとか。で、豆じゃないのよ。で、うん、俺とそっくりだから、うん、そういう豆じゃなさ、うんうん、彼女に対してのさ、うんうん。で、俺なんか結構、うん、例えば姉ちゃんとかさ、にしょっちゅう言われてきたわけ、昔から。ああ、ちゃんとやりなさいと。あんたが楽しいかどうかじゃなくて、二、うん、人とも休みの日はどっか連れて行ってなさいみたいな。相手のこと考えなさいと。で、佐藤にが、彼女とかの話してる時に俺聞いてたわけよ。休みの日とかどっか連れて行ってあげて。おへへへそしたら佐藤は、もういつもその無糖の缶コーヒーをね、飲みながら、秘密ですよ。秘密も、あの、古谷実先生の漫画の秘密。秘密ももう何回読んでんだっていうこと。でも、家の中でね、くるり聞きながら秘密読んで、無糖のコーヒー飲んでるだけなんですって。え、一緒にいるのに？全然、だから春日とかが考えられないでしょ。考えられんよ。だって横浜とか行くんだもんね。そうよ。鎌倉とかよく行くもんね。行きましたよ。うん、それ行かないとそれは。だって一人でいるのと変わらないじゃないか、その。うん、だってね、それは向こうさんは何よ、その場合じっといるわけだ。じゃあ。で、不満なんですよ、彼女も。うん。美人ですよ、本当に。見たことあります？まあ、ありますよ、私。綺麗だよね。べっぴんさんね。ね。うん。うん、大したもんだよ。で、佐藤のアホがさ。うん。あいつの優れてるっていうところはもうインプラントだけですよ、本当に。インプラントしてるってことだけ。うん、まあ、インプラントも、その勇気がいるからね。うん。そこだけですよ。そこは評価したいね。すごいとこは。うん。インプラントをやったっていうことだけ。そうね、お金もかかるし。うん。で、かかるし。ディズニーシーとか連れてってほしいな、みたいなことを彼女が言うんだけどさ。つけて、佐藤が言って。うん。若林君もわかると思うけどさ。うん。めんどくさいよね。でしょ？うん。いや、それはちょっと俺は乗れないわ、つって。おで、俺もそこまでディズニーランドシー行きたくないけど、それ行ってあげなきゃダメだよ、それは、つって。うん、大人だね、若林さん。いや、じゃあ、それはもう、だってさ、春日さんね。へい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 。春日さん、例えば彼女と今ね、ディズニーシー行くとするじゃないですか。うん、まあ、いないけどね。うん、まあ、いいけど。うん。いるけど。うん、おいで。まあ、仮にね。うん。おでさ、したらさ、楽しい自分は。自分、まあ。てか、やっぱ、自分ね、30いくつで楽しいっていう男が気持ち悪くない？ちょっと。そんなことないかな。まあ、行ったら行ったら楽しいと思うけどね。まあいいや。そこは俺はもう何言ってもさ、俺が、間違ってんに決まってんだから、そこは喋んなくてもいい。自暴自棄になりなさんな。もう半年、一年ぐらいまで諦めてるし、そこら辺は。どうでもいいんだけど、うん、
まあ、とにかくいいじゃんっつって、里水に行きなよっつってさ。うんうん、向こうさんが行きたがってるっていうわけだったら、それはね。そうそう。で、じゃあ行った方がいいから、じゃあ行くよみたいな感じで。で、行ったんですって。おーおーこの間。もうやるじゃない。そう。だから行きの京葉線、行ってからだったらまだわかりますよ。行きの京葉線ですって。いきなり彼女に。これから夢の国行くんだから。もっと楽しい顔をしてよ行きの京葉線で怒られる。どんな面構えだったのそれ。逆に気になるよ、そんなブサーとしたの。聞いたら小学校低学年から行ったことない。行ったことないんですって。へー。と言いながら俺もロケ以外で行ったことねえけどな。いや、行ったら意外に楽しいわよ。私も行きましたけど、浜谷とね。うん。前原くんと。ああ、三人で行った。三人で行ったけどさ、5月ぐらいに。うん、行ったら行ったら楽しいなっていうふうにまとまったもんね。で、里光は、楽しくないし、憂鬱だったんだって混んでるとこ嫌いだから。なるへそ。混んでるとこダメなんだよね。だから。いや、知らねえ。で、里光は、京葉線ね、結構な剣幕で怒られて、うわ楽しい顔してる。だから、口角をこうずっと上げてたんですって、京葉線の中に。なるほど。で、ついて、で、奥さんは、もうディズニーシーの、上級者で、なんか火のショーみたいなね、水んとこであるじゃないですか。ああ、真ん中の池みたいなとこね。そう、池みたいな。で、火のショーがあると。はい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 、ございますな。でも混んでるから憂鬱なんですって、里光はその時点で。で、火のショーを見ます。ただ、里光春さん一人で見てくださいっていうことなんですって、彼女から。どういうことよ。っていうのは、彼女はディズニーシー上級者だから、みんなショーを見るためにそこに集中するから、その間にいろんなファストパスっていうのを、私はその隙に取ってきますという。大したもんだね。そうなんです。だから、見ててくださいっつって。で、彼女はファストパスを取りに行く、ショーが始まる。したら、里光は、感動して泣いちゃったんです。涙もろくなる、やっぱりね。この年は。一人で。一人で。着込んでる中一人で、男が涙流す。キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。それで、さっきの話の続きなんですけど、泣いちゃってどうなっちゃったのそれ。びっくりしたよ、泣いて。こんなに、熱まで来ると、火が、ね、ポーってなる。でもまあ、正直でも私も見たことあるような気がするけど、感動、なんかね、泣ける派の。あの、ロケで2回ぐらい見ましたね。ああ、そうだね。はい。なんか感動のという。まあ、両方1回目みたいなリアクション、春日さんはしてましたけど。で、待ちたまえよ、君は。ヘイ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 、ミスター。ヘイ。カラ。カラじゃない。曲の名前言わないだろ。急に。いや、振られたのかと思って、俺すぐ歌わないといけないのかと思って。そういうわけじゃないけどね。ケツ出さなきゃいけないのか。いやいや、お得意のヒップダンス。うん、いや、それ別にいいんですけど。うん、いやいや、まあ、それで、もう泣いちゃって。なんか、こんなショーを僕は見たことがない。と思ったんです。スケールのデカさに泣いた、感動した。僕はお芝居や何かをいろいろ見てきたけれども、こんな楽しいショーは見たことがない。いや、確かにすごいよね、うん。大人も子供もみんな目を輝かして見ている。うん、感動だ。と思ったら涙が出てきて、うん。で、散々泣いて。泣いて、その間一人でしょ？だって。で、里光は久しぶりに泣いたんですって。うんうんうん、で、ショーが終わりました。うん。そしたら、放心状態になっちゃったんだって。こんな素晴らしいショーがあるのかと。なるへそ。で、一人ベンチに、横にあったベンチに座ってたところに、うんうんうん、ファストパスを取ってきた奥さんが帰ってきた。おぉ、いいタイミングだね。里光は放心状態ですよ。うん。そしたら奥さんが、うん。なんでまたそんなつまんない顔してんの？あらって。
抹茶怒鳴られちゃって。そうか、もう、だから、おかみさんにとっちゃもう、ね、里見つべがつまらないという、うん、もう、放心状態だから。そうか、息の剣もあるから、ぼーっとしてんじゃねえっていうふうに奥さんは取っちゃったわけ。つまらんそうにしてると先入観があるわけだな。うん。したら、奥さんが、まあ、そういうふうに攻めてくるもんだから、里見つは、うん、違う、うん、さっき泣いたんだよ、って言ったんですって。おうおうおお、まあ、説明しないといけないわ。奥さんが、うん、まあ全く信じなくて。まあそうだろうね。息あんなつまんなそうな顔してやつが。で、これはまずいと。泣くわけないと。もっともっとこう楽しんでる感じを出さないと、うん、これまずいぞと里見さん思いまして。で、まあ空いてる、なんか、シンドバッドなんとかっていうのがあるでしょうよ。ああ、あるね。海賊海賊じゃねえや。なんか、そういうのがあるんですか。あっちの方でしょ、なんか山の方でしょ、山の方っつうか、うん。まあ、取り立てて、こう、急降下したりですとか。うん。ショーを見るみたいなやつだよね。違ったっけ、うん、まあまあ、みたいな感じがあると。うん。で、それに乗って、うん、ね、佐藤くんは、本心じゃないらしいんですけど、笑顔をまあ作って。うん、うん、口角を上げて。うん、口角をグッと上げて、奥さんに、うんうん、面白いねっつって。言ったんですって。それ奥さんが、うん、あ、こういうの好きなんだ。おう、うん、みたいな。なるほど、なるほど。奥さんにしたら、なんかそのベスト何位かに入ってくるものじゃなかったみたいな。まずジャブみたいな感じだったらしい。なるほど、なるほど。で、里見は、うん、難しいなーって思ったらしいんですよ、そこで。まあ、そうか、そうだよな。うん。うん。って言うんだけど、結構、で、まあ、奥さん、が、うん、結構お土産なんかを買ってきてくれてね、僕にもね。ああ、そうですか。うん、で、それで里見つは、難しいよね、ディズニーシーはさ、とか言って、この間言っててさ、うん、もうでもそんなの、これからね、うん、もう例えば子供ができたりしたら ね、もっと里見つは連れていかなきゃいけないわけだから、つって、うん、言って最近、確かに。話してて。うん、でも何度か言ってんすよね、里見つ、ちの奥さんっていうか、里光のちにさ、うん。で、たまにこう、花とかも、全く何もしないんだって、佐藤くんってこう。何よ。なんだろうな。なんかこう、急なプレゼントとか。わかんないんですから、つって。あ、でもあれでしょ、いわゆるその、お誕生祭とか、うん、そういうのはするんでしょ？はするけど、なんかこう、例えば、なんかその、付き合った、うん。なんか月一に、なんか付き合った月一に、何ヶ月目みたいな。ああ、なるほど、なるほど、そう。そういうのって、なんか春日さんだったら、なんか私は してるんですか、普段。いや、普段。うん、今はしてないですけど、うん、まあ、昔もしてないですね。ああ。さすが、それは。彼女が何か言ってくるとか。まあ、まあ、軽く言ってくるとかはあったかもしんないね。あ、その、月命日じゃないけどさ、なんかその、ね、例えば25日にお付き合いしたったら。うん、それで里光がさ。ちょ、待ちたまえよ、君は私だって振り絞ってさ、いろいろ思い出しながら話してんだからさ。ごめんごめん、間違えちゃった。だからさ、ちょっと。頼むよ。で、里光にチラッと言ったのよ、うん。急に花とか買っていったりしてあげたら？なるへそう。たまにはさ。うん、いいね、若林さん。いいアドバイスしますな。うん、その、うん、そういうことじゃないですか、っていう話をしたのよ。うん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 、付き合わせてもらってるんだから、佐藤君が。そうね。そう、おいとか言うんだけど。うん。まあ、まあまあ、そういうのはあるんですけど。それで。そのくだりね。そのくだりは知らない二人の中のものだ。それを言ったの、つい忘れてたの、花とか買ってってあげたりもすれば、つって柄じゃないかもしんないけどさ、うん、何もないよりは、こう抑揚つけてね、日々の生活にして言ったの、うんうん、俺が、うんうんうん、でこないだついこないだ佐藤に言ったらね、うん、部屋の中がね、うん、花だらけになってきて花だらけこれ何っつったら、うん、いや若林くんが花とか買っていったらって言うから、うん、買っとるんだよ俺つったら、うん、結構その3日に1回ぐらい買ってくれですねその買ってってるつって、不器用な男だねこれ花だらけになってほいで、犬飼ってんすよ、犬。おで、クワンっていう名前で、ええ、なんか、語呂が悪いね、つって、俺は里光にも里光の奥さんにも言ってるんですよ。それはいいじゃない。二人で決めたことなんだからさ。でも里光んちで、僕里光んちの犬平気なんですよ。
だいぶスキンシップしちゃって。何回か会ってるから。何回も会って。うん。ほいで、クアンっていうのがちょっと、語呂悪いよね。つったら、すごい変な空気になりますけどね。そうそうよ。だってさ、関係のないやつだね。勝手に家来てさ、まあ、勝手にでもないけど。うん。お可愛がってる名前批判されたら、そら変な空気になるわ。うん。で、俺はクアンって呼んでないんですよ。里見つんちのワンちゃんを。ほう、なんて呼んでんのよ。チャップって呼んでるんですよ。チャップ。で、チャップ、チャップはどっから来たの？俺が、そのワンちゃんにつけたんです、名前を。あ、そのインスピレーション的になんかチャップっぽいってことね。おう。で、チャップって言うと、もう俺んとこ走ってくるんですよ。犬もじゃあ、そのクワンって名前気に入ってないんじゃないの？そのチャップ。で、ボール投げるでしょ。おう。で、チャップって言うと、おう。ボール取りに行って、ボールを返してきて、僕の足元にポンとボールを口を離すんです。おう、慣れてる。よし、チャップよし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 っていうのをもう何回もやってるから、俺が、チャップをクワンって呼ぶと、首を向こうかどうか迷うんですよね。で、チャップって言ったら、プッて向くんすって。で、サトミツが俺が帰ってからも、クワンって呼ぶと、ちょっと弱くなってきたりするんすって、俺がいっぱい遊んだ後は。なるほどね。クワンって呼ぶと、あんま来なかったりするんで。あ、じゃあ、チャップにしようよ、もう、じゃあ、そしたら。チャップにしようかって話も出ちゃってるぐらい。三人の間で。チャップの方がいいんじゃない？じゃあ。そう。で、それをいいと思ってんのか、悪いと思ってんのか、チャップはわかりませんが。それはわからないですけど。今日聞いた話です。今日報告もらったんですけど、さ、ダヴィンチの表紙じゃないですか。へい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 。で、それを里見さん読んで、おもむろに置いといたんですって。うん。したら、まあ、チャップというか、クワンというか。まあ、犬がね。まあ、犬、ワンコが、ね。ワンコが。うん。俺の顔のとこだけをめちゃくちゃ引っかいてたんです。なるほど、うん、じゃああんまりよく思ってないってことだね。そう、チャップのおじさんのことで、クワンやめなさいってサトは言ったらしいけど、チャップですけどね。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。けれどもツッコミ若林の小部屋。さあ、ツッコミだけを聞いてその前のボケを想像するというバーチャル漫才コーナーでございます。はい、芸能界歌下手王の僕のテーマ曲といっても過言じゃないグリーンの曲がかかっております。さて、それではメールを参ろうか。まずはラジオネーム皇帝ペンギンさんでございます。まあその焼肉は僕が焼いたやつなんですけれどもね。漫才なら焼肉屋でのことなの。焼肉屋で、ジョーに言ってるでしょうね、これはね。ジョーがまたバッとったんでしょうな、ガサツに。ガサツ男だね、あいつはね。男はね。さあ、続きまして、愛知県ラジオネーム、ベストセラーロメンさん。モナリザの微笑みみたいな表情になってますけどもね。これは誰かが言っちゃいけないこと言って苦笑いした女優に言ってんじゃないかななんて僕は思います。取り方はリスナーの方それぞれでございます。丁寧だね、随分ね。まあ大人ですからね、僕は。大したもんだね。続きましてラジオネーム寄進虫、三重県。まあ実際バナナの皮踏んでもあまり滑らないんですけどもね。嫌なこと言うね。バナナの皮をでも置いてあったんですかねみたいなことを言った人がいると思うんですよ。はいはいはい、はい、したら言ったんでしょうね、バナナの皮。いやいやいや、言わなくていいよそれはね。ラジオネームバレッサ。西野カナみたいなこと言われても困るんですけども。会いたくて会いたくてしょうがないみたいな。それなんだろうね、その恋人に言ってるのかね、いい人に。好きだから余計に寂しいみたいなこと言われて、うん、西野カナみたいなこと言われても困るんですけど。そんな流れじゃないですよ。冷たい男だね。はい、え、続きまして千葉県かけがえのない掛け算さんです。うん、まあウーピーといった時点でゴールドバーグを連想していただけると助かるんですけどもね。やんなやつだね。ほう、うーん、ウーピー、そ、自分のあれなのかな、自分でフォローみたいな感じで自分で言って。あ、わかんないです。おうおうおお。あ、そうですか。ちょっとわかんないです。あ、しけしけ。続きまして、千葉県ラジオネーム、よもぎまんさん。うん、まあ、どっちかっていうと、パンティーになりたいんですけどもね。ああ、どういう。ブリーフかパンティーの二択だったのかもわかんないですね。ああ、パンティーになりたいんですけど。はい、続きまして、ラジオネーム、土屋隆之。そんな雑に作ったカヌーには乗り込みたくないんですけどもね。黄金伝説のロッケ中ですよね。か、ね、か何かをカヌーに例えたか。
リスナーの方それぞれの想像にお任せいたします。若林でした。どうもありがとうございました。丁寧だね。待ってました、春日の米屋。さあ、私もですね、春日のテーマ曲ね、シャングリラに乗せてですね、お送りいたしますけれども、オードリーの漫才のネタをリスナーにただで作ってもらおうというコーナーでございます、この先ね、年末年始特番に、使えそうなネタをですね歓迎したいなと。はい。で、たくさん来ておりますよ、こっちも。うん、参りましょうか。福岡県タック皆さん、春日の腕枕テンピュールより寝心地いいですよ。うん、匂いは寝にくいと思うんですけどもね。いいんじゃないですか。いいですね。行きましょう。沖縄県、ラジオネーム椅子が壊れた。皆さん、この冬もおでんと春日で温まれませんか。ちょっと甘噛みだったんですけれどもね。行きましょうか。ペンネームときめきマント。皆さん、藤山甘美の秘蔵っ子ですよ。面識はないと思うんですけれども。あれ、いいね。ちょっと止まるようになったね。大沢さん、絵が聞きやすくなりましたね。ありがたいね。タイミングは大沢さんの方がうまそうですね。今の感じ見ると絵のタイミングは、負けないぞ私も。行きましょう。ラジオネーム土屋隆之。皆さん、春日の童貞は誰にもあげませんよ。まずまだ童貞だったのかって話なんですけども。これ大沢さんの方がタイミングいいね。やるね。うん、であるね。大沢さんに Q 出してもらえばいいって、漫才やるとき。わかりやすくなるかもしれない。タイミングを、行きましょうか。世田谷区ラジオネームルン。皆さん、神の作った最高傑作春日ですよ。神もミスをするんだなって感じですけども。ありがとうございます。大沢さん、ありがとうございます。くだらないアイコンタクトですね、大沢さんと春日のこのブース越しの。行きましょう。じゃあね、これ行きましょうかね。うん、ラジオネームペドロ。皆さん、春日の股間を膨らませた罪は重いですよ。できれば謝ってもらいたいんですけども。音楽止まってると気持ちいいね。うん、ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。未来、それは遠い先のことではない。今私たちが暮らしている日常が未来の常識を作るのだ。レギュラー争奪ホットドッグ早食い選手権。変わっちゃった、もうコーナーがもうだいぶかもう全然違っちゃった。これは将来ですね。うん、名教国語辞典。レギュラー争奪って何のレギュラーなんですか。誰がやるんですかこれは。将来誰が参加者なんですか。乗るに違いない言葉をレギュラー今から予想してあげるコーナーでございます。このコーナーには。K ダッシュステージの若手の皆さんが参加してくれています。それでは皆さん、手元のホットドッグを手に取ってですね、用意どんで食べ始めて、それやる。ホットドッグ早くですけどやる。うん、未来時点に送ってもらってるね、はい、リスナーさんのね、失礼いたしました、職人さんたちが申し訳なけないけども負けないけども。しっけしっけ。今のは、大丈夫です。大丈夫です。もう必要のないところで噛んでしまいました。すいません。未来時点に乗るかもしれない言葉を予想してもらいます。さあ、行きましょう。ラジオネーム、琴の侍、かっこ、鎌倉市、うん。童貞支援特別会計。童貞支援特別会計とは、2011年から政府が正式に予算として採用した、童貞が童貞を卒業するために国が童貞を支援する特別会計である。うん、具体的には、童貞に風俗に行くための資金を与えたり、包茎手術を受けるための補助金を出したり、うん、あるいはカウンセリングを受けさせる診療代を出したりするための特別会計である、うん、が2012年には蓮舫が童貞を無理やり捨てることに価値があるんですか、童貞のままじゃダメなんですか、うん、と行政刷新会議で詰め寄り、結局仕分けられてこの特別会計は廃止となった、うん、あらー、もっ
たいなーい。2位じゃダメなんですかの言い方ですよね。童貞のままじゃダメなんですか。まあそういうふうに言われたらもう何も言い返せないわな。はい。もったいないけどな。さあ続きまして、配信は、こちら行きましょう。ラジオネーム大阪府土屋隆之。車両、車両とは2018年に誕生した新しい寿司ネタのことである、うん、車輪の上に電車1車両が丸ごとドーンと乗せてある、うん、中に乗客が乗ったままなので食べると殺人になる、うん、なんだろうなこれ。寿司ネタです。車輪の上に電車が1両乗ってるんですよ、うん、これはもう想像してご覧なさいよ。でも食べると殺人になるんですよ。うん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 、どうやって乗せたんだろう。え？どうやって乗せたんだろう車両。それはもうその鳥用ですよ。それぞれの想像力に任せ。それがラジオでしょ。だってまあまあそうだけど、だから私の想像に答えてくれって話でもあるんだけどね。そうなってくると。はい、続きましてこちら行きましょう。ラジオネーム三重県紀新中、うん、ファン。芸能人には誰しもファンがいる、うん、一般人にもファンという人は一人はいるだろう。もしそのファンがいなくなったとしたら、うん、そんなことをあなたは考えたことがありますか、うん、誰にも応援されなくなる。そうなった場合あなたはどうしますか、うん、多くの人は生きる意味をなくすと思います、うん、一人いるだけでも嬉しいファン。ファンが少ないからといって様々なことをやめていく人はファンのありがたみ、そう生きる意味をなくしている、うん、ファンがどれだけ大切なものか、うん、これが芸能界で一番わかっているのはオードリー若林である。うん。んなんだこれ。どういうファン。未来辞典に載るんじゃないかなっていうことでございます。うん、ファンがどれだけ大切な、一番分かったオードリー若林である。はい。うん。そうは思わないですけどね、あんまり。まあ、それは撮りようですよ。撮りようそれぞれのね、それがラジオですからね。なるほどね。はい。うん。さあ、続きまして、ラジオネーム土屋隆之。八頭身ふん転がし。八頭身ふん転がしとは2020年に突然八頭身に進化したふん転がしのことである。八頭身になってからは人間を見るたびに肩を組んでくるようになったり、うん、ハグしようとしてきたり、うん、まるで友達のように接してくるようになったのだが、うん、うんこがついてしまうのでみんなから嫌われている。まあそうだろうね。やだよな。急にフランコになってくるんだ。続きまして大阪府ラジオネーム土屋隆之、うん、胸の谷間の引っ越しセンター、うん、胸の谷間の引っ越しセンターとは2013年に開業した巨乳たちが胸の谷間に挟んで荷物を運んでいくという、うん、企画ものの AV のような引っ越し屋さんのことである。基本的に胸で挟めないサイズのものは無視されるので、うん、ほとんど戦力にならない。まあでも一回頼んじゃうかもな、引っ越しする際に。ね。ダメなのは分かっていつつも。はい。おお。もうこれを土屋隆之が朝の5時に送ってきましたよ。いいですね。どういう生活を送ってんだろうな。一日、うん。さあ続きまして、ラジオネーム SK 比さん、うん、海猫、うん、2020年に公開になった映画、主人公のデビー・スカルノはなぜかわからないが、うん、海を目指す、うん、海に潜ろうとするが一歩水に触れた途端、うん、諦め、うん、最終的にクルーザーの上でベテランの海さんが取ったアワビを、うん、フレンチの鉄人酒井博之に美味しくソテーしてもらい、うん、デビースカルノがその感想を言うという、うん、おそらく世界初のグルメ映画である。グルメロケですよね、これ。そうだね、映画にしちゃうんだこれね、うん、おー、よりヒットするかもわからんな。さあ続きまして、神奈川県ラジオネーム夢のあるライダー、うん、ペンボール、うん、ペンボールとは2020年に発売されたサッカーボールにボールペンを合体させたボールである、うんうんうん、2年後にはワールドカップの公式球に採用されたが、うん、髪の薄いヨーロッパの選手から危ないという猛抗議を受け、急遽通常のボールに戻した、うんうん、ペン先を相手に向け、うん、無回転シュートを打つ殺人シュートの練習をしていた選手たちは、うん、残念がった。そうだろうね、はい、無駄になるわけだからね、練習が、はい、お、さあ続きまして、大阪府ラジオネーム土屋隆之、うん、アルマジロ回転寿司、うん、アルマジロ回転寿司とは2015年には主流となっているアルマジロと回転寿司がコラボして生まれた全く新しい回転寿司のことである、うん、
レーンの上をアルマジロが転がっているせいで、すべての寿司がぺちゃんこになってしまって、かなり気分が悪い。これをね、土屋孝之が、5時43分にってきてます。うん、朝方が多いね。はい。さあ、ということで今週は以上でございますが、ベスト未来自転車を春日さんに選んでもらいましょう。そうでゴンスね。どうしたもんかいのあ、今ですか、どうしたもんかいのは。いやいや、そリアルタイムよ、そら。何度言ったらわかんのかな。ぶん殴ってやりてえなと思いますけどもね。あ、これにしようっと。ぶん殴ってやろうかなって思いますけども、ね、うん、これにしよう。実際に。あぶあぶまあ、何が起こったのかはリスナーの方の想像にお任せします。それがラジオです。行きましょうか、じゃあね。正解は、何も起こってません。どうだ、びっくりしただろう。さあ、じゃあ行きましょうか。発表いたします。本日の、ベスト未来自転車は、車両、土屋孝之。車両でした。あれ、想像はできたんですか？なんかいろいろ想像が膨らむなと思って。なるほど。車両ってこのシンプルな単語がいいな。ちなみにどんな車輪にどんな車両が乗ってるか僕にちょっとちょうだいよ。うん、何線なのかとか。そうだな、線で言ったら、まあ、京浜東北線でしょうね。まあ、最後に線行った方が良かったですけど、それで。もう喋れなくなった。今ので喋れなくなりました。さあ、ということで、きっとこれが将来の名曲、福寿寺に乗るに違いない、どのページに、乗るかというとですね、車両がありますので。まあそうだろうね。はい。うん。車両がありますのでね、どうしましょうかね。車両の、だからその、使い方の一個に入っちゃうのかな。ですね。そこに入る。で、こういう寿司ネタもあるということで入るでしょ。なお、なおね。で、車両の後が、シャルマン。シャルマン。これは土屋孝之のことですかね。おう、何ですか？魅力的な様。チャーミングなことっていうことなんですけどもね。どうなんでしょうね、実際。はい。ということで、今日紹介した方、全員の方にですね、1000円分の名曲国語辞典図書カードと、闘争守りも一緒にプレゼントします。そして、ベスト未来辞典賞には、名曲国語辞典とジーニアス英和辞典をセットでプレゼントします。来週も未来辞典のコーナーにメールはがきを待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 未来辞典のコーナーへ、はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、あなたの住所が書いてないと著書カードも辞典も送れません。このコーナーのメールには必ず住所を書いてお送りください。ということで、来週はいよいよレギュラーが決まるということで白熱してきました。今有力なのは矢印の梅津です。頑張ってください。してたか。ここで一曲お聴きください。小袋で流星。いやー、兄じゃ。なんだ弟よ。番組本情報でございますけれどもね。おー、また、どうしました？動きありました？ようやく大衆館さんが、ええ、手綱をですね、ええ、ぐっと握ってくれて、うん、その、付け焼き場をようやくコントロールしてくれ始めたので、結構スムーズに進み始めました。なるへそ、ありがたいね。はい。うん。で、チーム付け焼き場がね、へいへいへい、こんなこと言い出したんですよね。なんでこうですか？番組本のイラストは、ほう、リスナーに書いてもらおうと。あ、出た。それでこそみんなで作るオールナイトニッポンだみたいなね。出た出た出た。で、まあ、チーム付け焼き場の本音は、うん、手抜きたいだけだと僕は思うんですよ。いや、そうでしょうよ。みんなで作るオールナイトニッポンだって言って言い訳をつけてるわけです、これは絶対に。で、プロのイラストレーターに頼んでお金を使いたくないみたいな魂胆もちょっと見え隠れする。うん、まあ、それでしょうね。で、このままほっとくと、チーム付け焼き場の誰かが自分でイラストを描いちゃいそうだってことで。ああ。まあ、聖堂さんなんかもう、絵はもう、ど下手くそですからね。あ、そうなの？ああ、でもうまそうじゃないね、確かに。うまい人いないのかね、お前、なんてこと言うんだよ、お前。え？雲南さんのオールナイトやってた人なの？それ今関係ないだろ、別に。
絵が上手いか下手かの話してんだから、別にそんなもん。結構、本当に、ちゃんと考えたら超やばいんでしょうね、うん、この いや、わかるけども、こと絵に関したらね。で、リスナーの方に頼むと言っても、どのぐらいのレベルのイラストを描ける人がいるか未知数ってことで。いや、そうでござんすな。まあ、でも、いらっしゃるでしょうよ、絵が上手い方は。うん、まずは、第1弾イラストを募集します。ほう。まず、ほう。イラストのお題の若林パート、うん、これ募集するんですよ。これ本当に俺マジで言ってますからね、これ。お、じゃあそのこれホットドッグみたいな感じで言ってないですからね。俺これマジで言ってますからね。あれはふざけてる。咳してんじゃねえよ。湿気劇場。というセリフで M1 を沸かせましたね、我々は2008年。ね。そう、ね。アドリブなのか、それとも本当に咳しちゃったの、あのどっちなの、うん、だいぶ聞かれましたよ。そうね。あれは台本です。お、夢を壊すんじゃないよ。夢壊しだね。妖怪夢壊し。夢壊し出ました。妖怪。あ、違います。僕、夢壊しじゃないです。いやいや、お兄さんが言ったらいいの。お兄さんの方が妖怪夢壊しって言ったんだろうよ。これ本当に募集します。もうジェスチャーを交えてラジオで喋ってますが。それも相手伝えないですけどね。私目に入ってますけど。若林パートの募集するイラストは、夜明けのサラリーマンごっこ。あの、谷口の会社のね。はぁ、これもう、何回目、初期の頃に話したでしょ。2回目とか3回目ですね、あれ。はぁ、はいはい、ありましたな。で、2つ目が、イエスイエス。まあ、親子だか、築地の星一徹。はいはいはい、おじさんとね。おじさんと僕を書いてもらったらいいですかね。親父だけでいいですかね。親父を、まあ、イメージで書いていただく。だそれはでも、おのおのの、そのね、感性に。で、春日パートはですね。行っちゃうかい。まあまあ、いやいや、行っちゃう。九州滑り旅のイラスト。おい、タイトルの付け方おかしいだろ、これ。逆パワースポットだ。逆パ、まあまあ、骨折してるから、まあ逆パワースポットではありますけど。うん、ね、うん。続いて、北海道、芸疑惑旅のイラスト。あー、浜谷とね、二人で旅した。まあ写真も載ってましたよ。まあ芸ではないですけどね、カッコ芸ではないですよ、私は。うん。熟女好きでもないです。それで以上4点。熟女好きでありますけどね。以上4点のイラストを募集します。うん、どんなトーク内容だったかは、それぞれが記憶に頼ったりする、うん。録音した、あの、MD とか音源がある人は、それを頼りに書いてください。うん。で、この4つのトークは番組本に入るらしいです。なるへそ。はい。ほう、決定。九州滑り旅は入るんですね。滑り旅って何なの？オードリーのお点ですけどね。お点じゃないよ。黒歴史ですよ、オードリーの。黒歴史じゃないよ。え、黒歴史じゃないですか？いやいや、輝くべき、誇れる歴史の。これは、一部です。虎の被り物に次いで黒歴史だと思って、ね。あ、虎の被り物は黒歴史なんですね。え？はい。はい、そうです。はい。で、我こそは、イラストに自信ありというですね、方は書いて送ってください。ええ。ただすいません。ん？ノーギャラです。え？すいません。え？はい。採用されても？今ね、ラジオ業界非常に激しい、厳しい戦いをしてる最中。まあまあ、そうですけどね。いやでもほら。ねえ、これイラスト。我々ももう、ケータリングがボルビックしかないわけですから、それは勘弁してもらいたいなって。いやでもさ、これだって乗るわけでしょ、本に。はい。ね？採用されたら。はい。なんかその、お金っていうのもなんだけどもさ、なんかその、何？グッズをね。いや、俺はね、今感動しました。うん。春日さんが皆さん、自腹でグッズ、お金には渡せませんが、ということを今言ってくれました。若の字、若の字。春日さん。うん？いいよ、そういうとこ俺いいと思う、お前の。いや、いいよじゃないよ。ね。いや、なんで私が一人で出さなきゃいけないのよ。一人で。お願いします。え？よし、お願いしますよ。もう全員が今、聞きました。今日これ、リスナーには聞こえないですけどね。全員が、よしって言いました、今。チームつけ焼き場で。確かにね、みんなね、頭下げたけど、制度さんが一番深く下げてたから、ね。いや、お願いしますよ、本当に。制度さんが。制度さん。夜中の2時半。もう大人中の大人が、地面すれすれまで頭を下げました。ええー、あ、まあ、でもな。いや、マジで、じゃあイラスト描い、うん、これ一人ですか二人、わからない。あ、なんぼ採用するかわかんないんで、でも、一、うん、人につき、カズヤさん本当に、二万、うん。ちょっと待って。いや、二万はちょっとデカしだって。うっす。お願いします。うっすじゃないよ、だから。
全員頭下げて。いや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 。今村だけ頭下げてない。下げろや、今村。貴様。貴様が床まで頭下げろよ。何生徒さんにやらしてんだよ。ということで、カズさん。あっすあっすじゃない。あっすじゃないんだ。いやいや、なんか考えましょうよ。そのグッズとかでいいんじゃない？いやでも我々はね、本当にもう本当すっからかんですから財布。ええ、だから例えばその歩いて全員帰ってるんですから、俺なんかいつも家まで。ええ、大変だね。だいぶね。聖堂さんのかかとズルズルなんだね。あれだね。いや聖堂さんだけにはなんかタクシーを出してあげてよ。いやそれできないですよ。ダメですか、厳しいですね。うん。あまあ。じゃなんとか春日さん何かその値段は春日さんに任せます。それは気持ちですから、うん、なんで。まあまあ、ね。春日さんの実費自腹でお礼をってことでよろしいですか。うんまあまあまあ領収書出るならね。あ、うん、あのその商品の。商品のね。それは出ないですね。いやなん。あ出ないんですか、うん。なんでお願いしますね。それも今約束でいいですね。まあ、いくら、その、別に物がどうってかじゃない、気持ちでしょ、だから。はい。うん、じゃあ、じゃあ。いや、お願いします。すまうん、はい。じゃあ、それは今、決定しました。完全決定しました。うん。で、これはあなたの名前とイラストが本人も載るという、ね、名誉も与える。はい。あの、まあ、今、カスが認めましたけれども、はい、出します、つって、うん。その前の感じ、はいはいはい、そのチームつけ焼き場が、なんか、認めろや、みたいな、はいはい。顔してこっちを見てたんですよ。はいはい、あ、そうですか？うん。で、あの、イラストはですね、紙に書いて送ってください。若の字よ、ヘイヘイ。カラーは、あの、本の都合上ダメ、白黒のみでございます。うん。何ですか？いや、何ですかじゃないよ。はい。いや、認めたら認めて、なんかちょっとあっさりしてない？ですかね。うん、もうちょっとさ、丁寧に扱って、私のことを。はい。うん、出すって言ってんだからさ。はい。うん、お礼をね。はい。うん、お願いしますよ。え、あの、はい。出すんですよね、俺は。いやいやいや、出しますから。はい。なんで、春日さんからの、うん、お礼のプレゼントと、名前とイラストが本に載るという名誉、っていうことですね。うん、はい、うん。で、まあ、白黒でお願いします。で、メールでの添付がちょっと深とさせていただきます。うん、で、あんまり小さいのは、あの、深でございます。あの、中国の米粒に文字書くようなね、あんなの、あんなボケをされてもね、あの、うん、薬ともしない集団です。チームチュアブとは。ふーんぐらいのもんです。そんなボケをされて。お高く止まってんな、おい、セーブ。なんだよ、このチームはよ。一体何なんだよ。今のは、チームつけ焼き場でいう、俺の反応なんだ。で、うん、めちゃくちゃ大きいのも深とさせていただきます。例えば、ポスターみたいな、うん、ポスターというか、なんか、模造紙みたいなね、一枚に書かれて送ってきても、ああ、そういうパターンね、みたいな。うん。っていうのが、チームつけ焼き場。というか、俺です。うん、そうでしょう、ね。はい。うん、よかったよかった。なので、ね、ちょっと態度が、リスナーの方に頼んでるんですけど、態度がでかくて、すいません、本当に。ね本気で思ってるのかね、そういうことでね、我こそはっていう方よろしくお願いしたいと思います。春日さんからのお礼もあります。春日さん、ちなみに今の感じだと、一人にプレゼントを渡すとしたら、いくらぐらいの品物になりますかね。まあでも、まあ。安いわけにいかないですもんね、この場合。いや、まあ、千円ぐらい。いや、ちょっと。ちょっと待ってよ、本の値段から考えたらまだ決まってないけどさ。じゃあ、本をあげるってどうなの？本を。出来上がった本を。買うでしょうし、だからもっとでしょ、イラストだ、だって。もっとってないよ。それ気持ちなんだからいいじゃない、別に。値段じゃないじゃない。物じゃない。何を送るかでしょ？うん。うん。心の子もありがとう。1000円だったらちょっと違うな。マジで、5000円にしてくんないかな。まあ、ちょっとリアルなとこ出してきますね。5000円でじゃあ決定でよろしいですか。5000円はちょっとデカしじゃない？じゃあ、1000円でじゃあ。うん。はい。なんだ、そうか。はい。ということで、宛先は、郵便番号100-8439。するんじゃないよ。え？じゃあいいですみたいなさ。なんか、春日が悪い。1000円でいいですよね。みんな、チーム付け上げもいいですって言ってるんで。ということで、宛先は郵便番号100-8439。ちょっと考えなきゃいけないな、君たちとは。うん。一回考えなきゃいけないこれは。何をよ、ブツブツ、ブツブツ。いやいやいや。めんどくさい性格だな、本当に。なぜ私が悪者になってるんだって話なんだよ。何なのいいじゃん。じゃあ1000円でいいっす、みたいな。いや、いいじゃん。いや、いい。
ってんのよ。だから1000円でこっちはさ。うん。うん、いや、それなんか私やだわ、じゃあ。いや、これ完全に放送事故だよ、これ。もう言えない。誰のせいだ、全然言えないよ、宛先をさっきから。誰のせいだ、みんなメモってんのに、リスナーは。全員メモろうとしてんのに、全員イラストを送ってくるから。まあまあ、まあね、ありがたいけども、なんか1000円でなんか悪者になってますから。じゃあいくらにすんの、じゃあ。じゃあ5000円出しますよ。じゃあ5000円でね。大丈夫ですね。もう。はい、ありがとうございます。ということで、宛先は、郵便番号107。おーみたいな欲しかった、今。いや、うお、春日さんみたいな。いや、うよ、曲折するからさ。いやいや、頼ますよ、本当に。いや、ということで、宛先は郵便番号100-8439、うん、日本放送、オードリーのオールナイト日本までということでございます。うんうん、兄じゃ。おう、どうした、弟よ。ここで集まるイラストのレベルが高かったらですね、うん、第2弾、第3弾のイラストもお願いします。ということで、よろしくお願いします。お願いします。リスナーの皆さん、お願いします。おお、振り落ちないですけどね。お前もこのトーンで言えよ、お願いします。おやす。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。本人公認トータルテンボス藤田さんの小部屋。さあ、ということで、藤田さん本人にも公認していただいている、うん、トータルテンボス藤田さんのツッコミを、考えていこうというコーナーでございます。そうなんですね。はい、うん、さあ、ラジオネーム北区のだし巻きくん、うん、何をいつまで回転扉でぐるぐるしているんだ。タイミング合わせて早く出てきたまえよ。おお、これは大村さんが、ね、うん、全然来ないでくれよ。何よ。続きまして、千葉県ラジオネームかけがえのない掛け算さん、やめたまえ、日本にハグの文化はまだ根付いておらん。大村さんがこう抱きついてきたんでしょうな。ああ、無事だよ。続きまして、ラジオネーム土屋隆之、しめじで雨風はしのげん、傘をくれたまえ、傘を。ああ、なるほどね。続きまして、北区ラジオネームだし巻きくん、違う、お前が言っているのは総理大臣の方じゃない、愛は勝つの方だ。噛んで、噛んで。ラジオネーム土屋隆之、はにかむな、はにかむな、自分が喪主だということをわきまえたまえ。あ、挨拶してる時の大村さんがこうちょっとはにかみながら、本日はみたいな。ちょっと面白いな、見たいね。あ、っていうか見たいね、うん、続きまして、ラジオネーム杉並区の古いピエロさん、無茶だ、俺とライオンじゃいかんともしがたい差が存在する。おお、戦わせられてそうになったのかね。続きまして、沖縄県ラジオネーム赤嶺総理、なぜ最初に線香花火をやるんだ、切なさは最後に取っておきたまえ。おお、はい、さあ、続きまして、新潟市のラジオネーム週刊メッタメタルさん、なぜランバダを踊る、今が2010年の年末だと分かった上での仕業なのか。仕業なのか。お尻をこう押し付けてきたんでしょうな、小村さんが。辛口バイト今村くんの部屋。さあ、今村くんの小部屋でございます。今回も辛口でございますね。おー、そうでございますか。つぶしなのじゃないかなというぐらいの。あ、そう、来てます。ラジオネーム北海道バレンチノさん、春日のやだーというお姉系のリアクション1点。待って1点つけんじゃないよ。続きまして、いいラジオネーム
高坊14歳、うん、春日の未来自転車を選ぶ時の髪のガサガサ音1点これは湿気、これは湿気、並べるからね、こうね、春日の前に髪をね。続きまして福岡県ラジオネーム HKT、うん、これありで俳優ずらして喋らない春日1点まあ、どっかに構えてますから、これ潰しですよね本当に、続きましてラジオネーム三重県紀新地、春日が周りから真面目と言われた時のいやいや破天荒ですよ、スタッフ全員ぶん殴ってやりましょうか1点ぶん殴ってやろうか今村貴様、え1点じゃない俺が1点だよバカタレ、続きまして、うん、ラジオネームグレイシー太郎、春日がカメラに指を差しながら、うん、奥さんと視聴者を引きつけるやつ、うん、1.5 点おい1点じゃなかった、なんかちょっと嬉しい、おい 1.5 点ちょっと嬉しいよ、おお辛口だね、日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、アメフトの小部屋、さあというわけで全ての小部屋はここから始まったと、うん、小部屋コーナー発祥の地でございます、そうですね、さあ、うん、参りましょう、はい、ラジオネーム金井裏山、若林さんに質問です、はい、ランプレーでのリードブロッカーの重要性について語ってくださいと、なるほど、来ております、これね、うん、これはリードブロッカーなしではね成り立たないですからね、ランプレーが、うん、重要も何もほとんどリードブロッカーで決まると言っても過言じゃないのかもしれませんね、うん、そうでございますな、はい、どん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 開けていくわけだから ね、 あのねリードブロッカーの人のブロックの仕方とか、うん、スピードとかこのプレーだとどのぐらいの時間で到達するのかとかもよく知っておく必要がありますし、なるへそ、はい、で瞬時に穴を変えたりとかしなきゃいけないわけじゃないですか、リードブロッカーの人が埋まっちゃったりして、ね、あんまり良くないですけどね、穴を変えるっていうのが癖になると、うん、大した足も持ってねえのに穴変えんじゃねえよなんつって青柳さんに怒られたりセンターにね、先輩の時間食うだけだろうってことで、確かにね、結構ね癖をこう把握するとリードブロッカーの、うん、あの逆に外にね、うん、開くプレーも、うん、内側に走り込んで内側に相手のラインバッカーやなんか集めて、うん、取りやすくしてあげて外に逆に開いていくとか、うん、そういうのもあるし、うん、なんか穴に早ければ早いほど到達するのがいいっていうわけでもなく、うん、リードブロッカーの方がこのぐらいだっていうので、うん、なるほどね、ゆっくりに入ってくるといいとか、まあ、ことね、まああります、だからそのラインがガードが私のかさ左のか、おお左のかやってましたからね、はい、そのスイープの時とかさ、はい、まあまあこうリードバッカーになるじゃないですか、はい、あれがね結構そのバッカーその当たっちゃったりとかしてね、はい、ランニングバッカー大変だったりしますけどね、わかります、でも僕は思うんですけどもね、うん、そのオールナイト、オールナイト、ニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。ジーニアス映画視点プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治製菓、以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送、キャステーションに、全国36局、ナーツお送り。さて、え、どうします？千代田区のとこ。どうしますとは。あ、大丈夫ですか。うん、問題ないでしょうよ。なるほど。それは。はい。おお。いやー、まあ里光がまあ結婚っていうこともあって、はい。まあ春日さんはいつ頃結婚を予定しますか。うん、まあ相手さえいればね、早いとこしたいと思いますよ、うん、もうその例えば来年再来年のうちにも、うん、まあそう、まあ、早ければ早い方がいいですね、あ、じゃあ結構結婚は願望はもう結構すぐある、
まあまあございますね、家庭を持ちたいというのは。あ、本当ですか。ジュニアもやっぱ誕生させたいってのありますよ。あ、じゃあもう結構キンキンにって感じですか。まあまあ相手がいればね、だから、はいはい、あのクリちゃんもね、あの結婚するんで。そう、そうなんですな。だからもう新婚さんが2人いるというね。あ、そうなりますね、状況よ、こちらも。いや結構、まあ、谷口は結婚早かったですから。ああそうでございますな。はい、お兄さんどうなの、ね、ご結婚の方はさ、したいのかしたくないのかレベルでいいけどね、全然ね。うん、婚活をするってことですか。いや、そう、まあまあまあ、うん、はあ、したければね、したいのかってまず大体の話が。結婚をしたいか、やっぱ相手がいないんで考えたことないしね。考えたことない、うん、いやいや、それしたいかしたくないかあるし、なんか相手が家庭を持ちたいなとかさ、うん、想像できないと思う。自分にはちょっと想像ができないですね。あんまり、だからじゃああんまないのかね、願望がね。同棲もしたことないんですよ。まあまあ、まあ、春日さんは今あれですけど。なんで僕はちょっと、いや待ちたまえよ。はい、いやいや、私もしたことないし。あれ同棲したことない。したことないですし、うん、フルナスの部屋って同棲ってのはね、今ねなかなかね。カーセックスはしたことあるんですけど、同棲をしたことがないんですよね。うん、その車の方の情報は今がね。うん。うん、おかしくないですかそれって。おかしくはないよ。同棲よりも車での方が上っていう概念はあんまないと思うからね。あ、本当ですか。カズオさんは、うん、カーセックスはございます。同棲はないですよ。おかしなコンビですよ。結局変なコンビだな。ダメだな。まあ、でもちゃんと やんなきゃダメですよ。だから、はいはい、婚活ですね。なのでちょっと里光をこう祝うために、あの結婚式のおめこめはさ、ネタを結構寝て15分ぐらいの漫才作ってさ、パーッと祝おうよ。ちょっとめんどくせえな。ということで、オードリー若林でした。ありがとうございました。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。